してセミナー会いきます。11月に突入いたしました。はい、今月残り2ヶ月。あ、今月早速来なかったな。お医者ちょっと体調が体調が不良ということで、残念ながらいないんですけど、代わりにバッキーが来てくれたんで全然幸せです。今日も久々の登板なのでしっかり、うん、行ってきます。よろしくお願いします。お願いします。これは勝ったよ。これはいいじゃん。酸素だぞって本当に酸素じゃねえか。ニューシピン。おー、いった。いや、でも数万とか3万ポンできない可能性が高いからね。いや、でも4万が一番入れるからね。うん、まあ確かに。いったか。いや、いや、でもかなり出そう。いらない。どうよ。てか、これ、満席に行っても、いつかついてもきついもんね。きつい、きつい。でも3万打つんじゃん。うん、一応ね。ドブラだけど。スピンくっついたらね。1、2、3、4。スピンくっついたよ。いや、もうでも積もってもいい。テンパレ、いったか。いったか。裏、裏なし、裏なしでもいいの。いや、裏裏、裏裏がいい。裏裏な、全然だな。スピンか、じゃあ8000も8000も。はい、すごい。いや6ピン切るしかしかない。スッチーソルマチの、あー、これ急ソルマチか。リャンウソ回避じゃん。リャンウソ、ちゃんとこれウソがないですよね。リャンウソ、うわー、打ちづらいけど、打つかこれ。いやリャンウソすごいさ、リャンウソさんなんか見たことないね。ちょっと気持ち悪い。カズマさんはちょっと待ってる。カズマさん圧倒的だと思ったけど、ね、一番もういけないでしょうね。これしかも3ピンだ。うわ、偉いな。じゃあ3ピンが上がりあるな。9ピンいくか。よっしゃ、上がりだ。3200からの3200からの3200からの、おいおい、報酬さえしなければ別にもう何でもいいですね。ガラスまくれるんで。うわ、手間ちゃったよ。あら、いいやけど、サブロピンにしたな。スリー中筋だけど。リーチでしょ。どっち切ります？サブロピンで。スーピン中筋です。あ、結構考えてますよ。ピンとウーソーのシャンポンかサブローピン。シャンポンにはしないでしょ。いや、スーピンが安全度めっちゃ高いんですよね。ウーピンはマジで危険なんで。なるほど。めちゃくちゃ考えられる。え、シャンポン、シャンポンだったら、つもりさんはこっち。サブローピンでいく。うわー、とか。逃げて帰ってこいよ、生きて帰ってこい。うわー、え、マジですごい。え、裏市、いやいや、でもなんかトニーが一番内容良くなくて切り替えていこうと思ったら、トニーって何落ちたっけ。なんかしながら並べシャンポーになった曲、イーストチーマーにしなきゃいけない。ああ、リャンゾーさんだね。言わさ聞いたやつ、なんかそれは確かに、その後結構攻めたら今度なんか行きたくなってよくわかんない形のなんかもう、でもチーピンキューピンを払う、いや違う、ティーソー切ってパーソーをジャントで固定してばよかったのか。でもいや、いや、パーソー切るよ。9ピンカーピンまだありそうだし、でも数ピンっていつまでこれみたいな。はい、セミナーと3着でした。はい、お疲れ。なんかすごいジェットコースターみたいな試合をしてしまいました。はい、まあ一番いいですよね、最後あんだけトップ見えてて。だからおしゃ、お知りましょうがない。のよく椅子そう1枚だったんでしょ。そう、ドラゴンコートよく積もったね。裏の、ね、あれ裏乗ってるとね、上だともうちょっと控えめに、はい、なってたんだけど、乗らず700、1300、またまたトップお預けとなりました。2戦目お願いします。2戦目遊んできます。マットか、すごい笑顔じゃん。あ、出番が早く来たかったのか。いや、うん、楽しみだった。楽しみだったけど、まあこういう時はやばいと、ねが俺がこうなってる時は。いや、まあ今日は大丈夫なんじゃん。よくあるじゃないですか、
めちゃくちゃ麻雀、僕のね、ずっとニヤニヤして麻雀の試合の前、よく試合の前打ちましょうって言ってるじゃないですか、うん、僕、大事な試合の時、前日打たないのすごいしてます、へえ、別に普段は打ってるから、うん、麻雀のを休める的な意味で、うん、で、その結果何が起きるかというと麻雀超してって状態で試合に臨む、お一日打たないだけの麻雀ってやっぱりすごい打ちたくなるから、今その状態、はいだ、その時の勝率ないよね、多分ね82%。そんなあるの？はい、よろしくお願いします。4番だよね。怖いね。怖いですよね。怖いよ。 C 番と一緒としてるよ。行こうとしている。でも安全牌、はい、これもう一回進めてるってことですか？そうですね。うん、安全牌ないしってことね。それ勝負と、これいけるか。一緒にキープしつつ次は折り回ると。まだ減ってないですね。あ、2枚、うん、まだ2枚誰も引いてないし。いやあそこはローキピン入っちゃうんだよな。パーピンも行くのかな、マキちゃん。テンパイしたら。なんか、大変だけどね、ナイツ強い。うわぁ今一緒に困ったぞ。まるで2個足りない。あと一緒ね。今のとこ一人テンパイです。そう。テンパちゃった。うわぁちゃったすごい。やめろ。いや、あるからね、みんな。やめろ。ローキピンいるから。やばい、うん、パーピンもある。パーピンが1、これ松本パーピン掴んだらきついよっていうか、浅見がすごいよ、数層切り。どうよ。わーすごい高めすごい、やってた。やっとちょうどよしひろ。え、これすごくないですか。いい質問されておきいふ、1300、2600。イエーイナイス。これは本物。何枚だ？本物は私だった。最後あ、一発じゃん。え、1万2000からだよ。高いぞ。高いぞ。裏は違う。え、100円からだよ。やったー。いいぞいいぞ。イエーイ。イエーイ。すごい。あれ、これだって積もったらトップ目だよ。トップだよ、これ。積もれ、それ。遅いです。すまね。違う。違う。ピーブ可能さん。え、やば。九層いけるぞ。何枚って言ってた？数層ち。うわあ、マジやめてくれ、頼むね。でもだよ、でもまだ貼ってないし。いや、まあそうね。パーマン、パーマンやばいし。いいんだよ。うちが貼ればいいんだ。じゃあ積もればいいんだ。え、結構いない？めっちゃいる。パーマンめっちゃいた。え、結構っていうかもうとんでもない。うわあ！熱い。トップじゃん。1枚の値です。すごい、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 ちょっと、わー、ちょっと、わー、ちょっと、わー、ちょっと、わーだよ。バーの治療とテンポずれてる。別になんか、変化しなくても、あばい、そのまま上がりありますもんね。あれ、タイミングを読んできてくれて連続で来ているタイプ。え、でも貼ったらもう来てほしいって、寂しいから頑張ります。いや、ピンチ、いや、ピンチしてとか入ってってことですね。これ、アサミどうしますか。ウソチーソー、何切り自敗倍に高いから。ウソチーソーもあるかな。ウソチーソーありますね。ウソチーソーだ。なんか、そう、ローソー入りそう。いるじゃん、シャンポンいる、シャンポンいる、シャンポンいる。これマジでかい。何連続あるこれ。でかい。強い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 。でかいわ。カサミさんもないし。ジョルマズって戦力が揃ってるね。うん。いや、高宮が行きますね、これは。いや、さっき来たところで、うちがさ、これ、なんかこれめちゃくちゃいるよね。いや、危なくない。あっち。でも。いるよ。いや、高宮行けるか。一部いや、やばいよ。うわ、ロスト掴んだ。うわぁ、熱い。ヤンマ掴んだ。うわっ、でもヤンマは通りそうじゃない。ワンチャンス。
いやこれ違う、舞ちゃんが来てるから今別に今当たってもいいかなで打つかもね。いやまあ自分のテンパイキープで、うん、高宮に打たないようにやるか。でもリーチ来るか。いやなんか。だってじゃあいやリーチ来るから やめて止めないでやめない。終わらせたいんだよね。すごいこれめちゃくちゃ縮まったじゃん。これすごいよ。40差ぐらいですよ。今終わったばっかりだったよ。もうちょっと早かった。今そこで一緒よ。200いったぞ。201いったな。おめでありがとう。すごいや。まくりまくりの待つ。すごい。最初のトンバどうしようかと思って冷やしたロースカーでも絶望してましたね。いやでもなんか反省点もあって、なんかマリちゃんのウーアンカウンワをアスリートの感じで、マリちゃんのカウンワをどこまで絞るか。ただ浅見さんがシャンプーの可能性があったからウーアン絞りきれなくて、もうこれ以上はロングになる。しかもマリちゃんあんま安い仕掛けないから結構、まあ、8000とかだったらまだマリさんと2000点差だし、今外の2000目トップでした。ありがとう。素晴らしい。強すぎる。いやよかったです。3勝目です。ね、序盤ちょっときつかったんですけど、だった、ね、まあなんていうか3文字さない構えでずっと構えてたんで、まあ良ければに、あのラス前の羽ワン直撃でね、マリさんからの羽直でまあだいぶ手が入らなきゃ2でいいやって思ってたんですけど、まあ、カンリアマンビシッと引いて6000オール、カンリアマンは闇手にしようと思ってたんで、もう2を確保しようと思って、唯一リーチ打てる順目と、はい、引いて6000を引けたかなと思います。でチームもこれでプラス200ポイント。ナイス。もう11月大分ガルは休むそうなんで、その間に気はするけど、飯だけ食いに来るっぽいんで、留守を守りたいと思います。3人で頑張りましょう。はい、これからも応援ご視聴よろしくお願いします。次は11月の月曜だね。6日です。来週6日6日です。6日ですね。あの前日打たない作戦どうした。いや別にちょっとありがとうございました。